はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。いやー、バイク乗ってて楽しいですね。久々に楽しいんですけど、まだね、走行距離が短いので、まあ自分なりのね、まあ、走行のする時のそのスピード制限をつけて40キロぐらいで今走ってるんですよ。走行距離100キロまでね、40キロぐらいね、多少出るんだけどなかなかね、なんだろう、運転してて前の車じゃなくて後ろの車にね、こう邪魔だなみたいな感じで、まだあんま乗ってないです。夜とりあえず乗って、なんかぐるっととりあえず走行距離100キロオーバー早く超えたいなと思ってます。まあ、新車なんでね、できる限りこう大事に乗っていきたい。で、まあ、今回はそのこれね、まあ、家に置いてるわけですけども、雨が多いんですよ。で、なんかこのね、新車なのに雨だらしにしておくっていうのもちょっと嫌なんで、こちらちょっと見えてると思いますけど、スマートバイクカバーを購入しました。これアマゾンでいくらだったかな、アマゾン限定販売とかなんかそんなんだった気がする。こちらね、アマゾンジャパン限定販売のやつですね。OSS 高機能スマートバイクカバー、サイズがこちら M から L サイズとなっております。これはそのアマゾンの購入ページにそのサイズの表があったんですよ。で、 M から L の中に PCX ってあったんで、まあ、こちらを購入したと。ちなみにこれ、Amazon で1999円でございます。まあ、サイズはね、この M から L と、いったところで、とりあえずね、安いやつを買ってみたんですよ、2000円のね。で、高いやつはやっぱ1万いくらっていうのもあったんですけど、まあ、どのうち高いのといっても、まあ、耐久性は確かにあるとしても、安いやつでも十分それなりの耐久性があって、まあもし悪くなったらね、また買い替えればいいかなとか思ってるんで、とりあえず買ってみました。ではね、開封していきますか。とりあえずサイズは M から L。 はい、うん、なんだろう、こう、まあ触ったか、はい、触った限り、なんだろう、人間が着るこうカッパあるじゃないですか。カッパのなんかこうビニールのなんだろう、なんか一番安い1000円ぐらいじゃないけど、2、3000円ぐらいちょっといいかなっていうぐらいの質感ですね、触った限り。ちょっと袋は飛んじゃう。まあこれがどれぐらいの綺麗さなのか、あ、こっち待って、赤と黄色のなんかあれがあって、これに書いてある。前後が分かりやすい色をしてると、前方が赤、後方が黄色と、書いております。前が赤ね、ということでこの赤が前になるので、ちょっと実際つけていきますか。ヘルメット今かけた状態でちょっといけると思うんだけど、ちなみにね、飛ばないようにこの下に、このロックのやつがありますね。多分ね、こんな感じで合ってると思います。完成。はい、こんな感じでね、取り付けてみました。フロントがね、赤い部分がちょうどこんな感じで来るので、ここに、ロックをね、入れることが可能ですね。ワイヤーロックとか U 字ロックっていうのかな、が入れることが可能です。あとここゴムになってるんで、ちょっとこう覆いかぶさるように、もうちょっと長くても良かったかなっていうところですかね。そして、中央付近のこのロック部分、これはこの紐の長さが調整できて、これ反対側にも、こんな感じで、ロックがあって、こっちからも調整が可能といった感じです。だから、まあ、ボディはこう全体的にこう守られてるのと、今ちょっと軽く締めただけなんで、もうちょっと締めてもいいね。これこんな感じでね、ちょっと締めてみました。ちょっとこれも、ここからこう、ちょっと奥に被さるような感じになるので、ちょうどいいですね。これがちゃんと被ってないか。うん。ボディ自体が全体的に覆えるって感じかな。はい。で、リア部分ね。リアも、この黄色の部分が、この2箇所あって、ここにロックを入れることが、こんな感じで
可能となっております。でこっち側ぐるっと回ってきて、今ちょっとねサイドスタンド立ててるんであれですけど、まあ綺麗に全体的にこうボディを、隠してじゃないけど覆ってるんで、まあ雨が降ってもボディが濡れることないですね。まあタイヤは間違いなく汚れるでしょうけど、雨降って反射のねあれで、ちょっと下がちょっと砂があるんで砂がついちゃってますけど、ここもちょうどサイズ的にはちょうどだね、砂、サイズ的にはちょうどですね。ただここをちょっと擦れるんで、バイク屋さんも言ってましたけど、もしカバーかけるならここの部分はなんか毛布かなんかあった方がいいよと、なんか塗装がねやっぱ剥げてくるらしいんですよ。でまあこう見たらわかるんですけど、あのハンドルをロックしてるとちょっとやっぱ違うな、ちょっと今こうヘルメットありますけど、どちらかというとなんかまっすぐハンドルがまっすぐに作られてる感じかな。そんな変わんないか、ちょっとまっすぐよりっちゃまっすぐよりに作られてる。ちょっとこれもヘルメットあるんで膨らんでますけど、まあどっちでも問題なく使えそうですね。今だいたいハンドルまっすぐぐらいですね。でこれで目いっぱい切るとほら結構の伸びちゃうなっていう感じなんで、一応多分設計上ではハンドルがまっすぐな状態で設計されてるのかなと思います。でもこんだけね綺麗に覆って2000円ならね、まあ安いかなっていう感じでございます。まあただこの生地がねちょっとこう安っぽいですね。あとここがねこんな感じでメッシュになっております。だから湿気がこもらないようにって感じかな。ここだけかな、このミラーのこっちと左側もありましたね、こっちも、メッシュ構造になっておりますので、ここね、このミラーとミラーの部分だけは、湿気がこもりにくい。なんでここだけなんだろうな、ちょっとわかんないですけど、まあ、変わるのかな、まあ、全体はこんな感じでしょうか。という感じで、まあ、乗らない時はね基本的にねカバーをかけておこうかなと思います。まあ特にね9月雨がめちゃくちゃ多くて、あと10月もね、まあ、天気的にはね台風とか来たりするので、まあ、それでね、まあ、車もそうですけどすごいなんだろう台風の風とかでもうなんだろう車も木くずみたいな落ち葉やらがもうバーって乗っかっちゃうんで、でこっちはまだまして新車なんで、そういうのが嫌だなと思ってちょっと先にちょっと軽くね対策をしておこうかなと。晴れの日はまあいいんですけど、雨が降るなっていう時は基本的にはカバーをかけておこうかなと思います。普段はねちょこちょこ乗るんで、いつもカバーかけてると、毎回こう大変なんですぐパッと乗れないし、まあ駐車場に屋根がねある方とかいいと思うんですけど、屋根ないしもう野ざらし状態で置いているので、太陽の光とかもね午前中ちょっとだけバーって当たるんですよ。まあ、そういうのも気になって、まあ、今回ねカバーを購入したわけでございます。まあ、生地的にもねそんなにペラペラの薄いわけではないので、まあ、簡単にこう破けたりするってことはないと思いますけど、あとまあ気をつけなきゃいけないのが、まあ、塗装がね一部こう一番こうカバーで当たる部分などがありますので、その部分には、ちゃんと毛布をね使って、擦れ傷ができにくいように、しておきたいと思います。まあ、これからねまたバイク楽しみにいろいろしてるんですけども、まあ、ある程度とりあえず新車の、ね、乗らないと自分でかけたスピード制限のせいでなかなかね今思ったように走れなくて、まあ自分のね運転の慣れもあります。久々にやっぱバイク乗ってるんで、やっぱところどころまだ怖いし、まあちょっと乗ったんでだいぶ久々ですけど慣れてきましたけど、まだまだちょっとねおおみたいな、おおまではないけど なんて言うんだろう、やっぱり遅く走ってるんで車がね横をバーって抜いていくんですよね。それがねやっぱちょっとまだ怖いなみたいな。あとはまあ曲がる時ですね、なんかこう車ってハンドル切れば曲がるけど、こっちはちょっと重心をこう移動しながら曲がるって感じがね久々で、
なんか傾けれない、昔なんかすげえ傾けまくってたような感じなんですけど、久々乗るとね、その傾きがちょっと怖いみたいな、そんなビビるほど怖いわけじゃないけど、こうなんだろう、こう傾くっていうことに対して恐怖心とかじゃないんですけど、なんかちょっとこう怖いなっていうぐらいですね。だからまあ少し普通にこうまあ走ってる分、まあ運転の慣れもあってね、まあ、少しずつこうやって、走っていけば、あ、それだと走行距離100キロまでは時速40キロぐらいの制限で行くので、まあ、それからね50、60って伸ばしていく感じになっておりますので、まあ今後ねちょっとずつ、楽しみが増えていくかなと思います。ということで今日はねバイクカバーのご紹介でございました。こちらのバイクカバーは、2000円ぐらいで安く買えるので、気になっている方はAmazonのリンク貼っておくので見てみてください。以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。